リトムニエ英ツェに、ドイツ系の家庭に生まれる。5歳で、ウィーン国立音楽大学に入学して8歳で、マスタークラスを履修し、同大学の最年少記録を打ち立てる。9歳で、最初の公開演奏会を開いた。1966年に、バンクライバーン国際ピアノコンクールにおいて、特別賞を、1967年には、 ベートーベンピアのコンクールにおいて一等を獲得した。当初はとりわけ室内楽演奏に携わった。1961年には、ウィーン30相談の一員として、ミュンヘン国際音楽コンクールで第1位となっており、今日までに、ザールブリュッケン・カイザースラウテルン、ドイツ放送フィルハーモニー管弦楽団などの優れた、オーケストラや指揮者と共演を重ねている。 録音数は200曲以上に上り、1976年には、フランツ・ヨーゼフ・ハイドンのピアノ曲全曲録音によって、グランプリ,リ・デュ・ディスクを受賞した。レパートリーは幅広く、古典派やロマン派の他に、20世紀音楽にまで渡っているが、とりわけ、ベートーベンの専門家として名高い。また、ディアベリのワルツや、ヨハン・シュトラウスのワルツの編曲集など、 企画力や発想力の高さを披露するとともに、ビルトオーゾとしての華麗な実力を発揮したものもある。ヨカの趣味は、読書や絵を描くことである。ありがとうございます。